開催も間近に迫った2022年カタールワールドカップ、日本代表はグループ E でドイツやスペイン、コスタリカと対戦します。そんなサッカー日本代表ですが、過去には100試合以上も試合に出場している選手もいるんです。そこで今回はサッカー日本代表出場試合数ランキングということで、歴代の出場数が多い選手たちを10位から1位まで紹介していこうと思います。9位、本田圭佑、中村俊輔。まずは第10位と言いたいところですが、同率で9位となったのは中村俊輔選手と本田圭佑選手です。中村選手といえば左足のキック精度の高さが売りの選手ですよね。またそれだけではなく、視野も広いのでゲームを作ることができる選手です。それにドリブルもうまいので、相手はなかなか中村選手からボールを取ることができません。キック、視野の広さ、ドリブル能力の高さ、サッカーに必要な要素全てを兼ね備えていると言っても過言ではありません。 J リーガーに対戦したことのある中で一番上手い人は？と聞くと、中村選手が出てくることもよくありますよね。そんな中村選手ですが、最近は現役引退を発表して一躍話題となりました。彼のために多くの日本人サッカー選手が自身の SNS で投稿するなど、日本サッカーの発展に大きく貢献してきた選手なのは間違いないでしょう。そしてそれだけではなく、日本代表の10番として長い間君臨してきたその左足のマジックに魅了されてきた人も多いのではありませんか。彼が引退してしまうのは寂しくはありますが、これからの中村選手の活躍にも期待したいですよね。そして本田選手はというと、日本人離れしたフィジカルの強さが売りの選手ですよね。スピードは若干他の選手より劣る部分はありますが、それでも体の強さは外国人と当たっても負けない強さを持っています。そして何といっても本田選手といえば、メンタルの強さが素晴らしいですよね。大舞台であっても緊張する様子を見せずにケロッとしているのが本田選手らしいです。成功したとは言えないかもしれませんが、イタリアのビッグクラブの一つであるAC ミランで背番号10を背負っていたのは本当にすごいことですよね。小学校の卒業文集で書いたことを本当に実現してみせたということで、よくニュースにも取り上げられていました。また入団会見の時に発したリトル本田という言葉も一時期有名になり、彼の真似をする人も増えたことでしょう。それにワールドカップ3大会連続でゴールを決めていることからも、勝負強いことがよくわかるのではないかと思います。また彼自身明確な哲学を持っていて、生き方そのものに感銘を受け、サッカーをしていなくても彼のファンだという人が世の中には多くいますよね。名言を生み出されることも多く、発言にも芯があるので、本当に尊敬できる人だなと思います。そんな中村選手と本田選手は日本代表で98試合に出場し、第9位にランクインです。8位、中澤佑二。続いて第8位はボンバーヘッドこと中澤佑二選手です。身長187センチの恵まれた体格を生かして、相手との体のぶつけ合いにも負けない強さやヘディングの高さを見せるセンターバックの選手です。 AFC アジアカップ2004では主要な守備スタッツ7部門中5部門で日本代表1位を記録。この大会では MVP に選ばれたわけではありませんでしたが、数々のメディアから中澤を MVP にした方が良いのではないかと、ディフェンスの選手ながら推薦の声が上がっています。そして実は中澤選手は日本代表のキャプテンを務めていたこともあります。それは今の代表キャプテンである吉田麻也選手よりも2人前の時でした。2010年南アフリカワールドカップの開幕までキャプテンを務めていたのです。開幕後は長谷部誠選手に代わってしまいましたが、キャプテンを任されるような頼もしい選手でした。そんな中澤選手ですが、110試合に出場して第8位にランクインです。7位、長谷部誠。続いて第7位にランクインしたのは長谷部誠選手です。長谷部選手といえば、常に冷静にゲームをコントロールし、チームを安定させる絶対的な存在ですよね。個人的にも日本代表のキャプテンは長谷部選手という印象が強く、どんな時も冷静なその姿はまさに皇帝を思わせる風貌があります。2018年ロシアワールドカップのポーランド戦の時に交代で入ってきてボール回しをするようにピッチ内に声をかけたシーンは、
今も記憶に焼き付いている人が多いのではないでしょうか。ワールドカップが始まる前の親善試合の期間では日本代表の練習に3日間だけ帯同したことで一躍話題となりましたよね。あの時は日本代表の選手からも歓迎されていたことでしょう。今もなおドイツ・ブンデスリーガのフランクフルトで活躍しているというのは本当にすごいことだなと思います。38歳という年齢にもかかわらずヨーロッパの第一線で戦い続ける長谷部選手はこれからも応援し続けたいですね。そんな長谷部選手ですが115試合に出場して第7位にランクインです。6位川口義勝。続いて第6位にランクインしたのは川口義勝選手です。抜群の身体能力の高さを持ち身長180センチというキーパーにしては少し小柄ではあるのですがそれを持ち前の身体能力の高さでカバーしてしまう本能型のゴールキーパーです。守備の時には積極的に前に飛び出して相手のシュートを防ぐ攻撃型の選手ですよね。川口選手と楢崎正剛選手の2人で一つのポジションを争うなんて時期もありました。この2人はどちらも日本ナンバーワンキーパーの名にふさわしくどちらが出てもおかしくない状態でしたよね。2人が代表で切磋琢磨している姿は見ているサッカーファンたちをたくさん刺激してくれたことと思います。彼らが高いレベルでポジション争いをしてくれたためそれが今の日本のゴールキーパーの育成にもつながっていることは間違いないでしょう。実際にその後台頭してきた川島英二選手は40歳を目前にして今もなお日本代表に選ばれているくらいなのですからこれからの日本代表のゴールキーパーにも注目して見てみましょう。そんな川口選手ですが116試合に出場して第6位にランクインです。5位岡崎慎司。続いて第5位にランクインしたのは岡崎慎司選手です。岡崎選手といえばダイビングヘッドに前線からの積極的なプレスなど自分の体を投げ出すことを厭わない泥臭い選手ですよね。決して華麗で器用な選手とは言えないかもしれませんが彼のように泥臭くチームのために戦ってくれる選手が一人いるだけでチームはかなり楽になることでしょう。2015-2016 シーズンではプレミアリーグのレスターに所属し大方の予想を覆してプレミアリーグという世界一のリーグで優勝するという快挙を成し遂げました。そしてそんなミラクルレスターの中心選手として試合に出場していたのが岡崎選手です。オーバーヘッドで得点を決めた時にはレスターファンが盛り上がりすぎて地震が観測されたという話を知っている人も多いのではないでしょうか。今はベルギーのシント・トロイデンに活躍の場を移し香川選手や林大地選手、橋岡大樹選手といった日本人選手らと共に戦っている最中です。そんな岡崎選手ですが119試合に出場して第5位にランクインです。4位吉田麻也。続いて第4位にランクインしたのは現在の日本代表のキャプテン吉田麻也選手です。身長189センチという日本人離れした体格を生かし空中戦や体のぶつかり合いにも負けないセンターバックの選手です。また守備だけではなくセットプレーの時にはその体格を生かして前線に上がり得点源となることもできます。そして最終ラインから精度の高いフィードを前線に蹴ることもできるため彼のキックから攻撃の起点が生まれるということも何度もありました。一時期は信じられないようなボンミスをしてしまい監督やファンからの信頼を失ってしまうこともありましたが今はしっかりとキャプテンとして役目を果たしチームを安定させる存在として最終ラインに君臨しています。また絶対的なディフェンスリーダーとしてチームがしんどい時には盛り上げることもでき戦術理解力の高さにも優れていますよね。カタールワールドカップでも彼がディフェンスリーダーとしてそしてキャプテンとしてチームを引っ張っていくことは間違いないでしょう。そんな吉田選手ですが121試合に出場して第4位にランクインです。3位井原正美。続いて第3位にランクインしたのは井原正美選手です。井原さんはジョホールバルの歓喜によって日本が初めてワールドカップに出場した1998年大会で日本代表のキャプテンを務めていました。
その統率力の高さと強靭なフィジカルの強さは類を見ないもので、体格の大きな外国人選手とぶつかっても互角以上に渡り合うことができる選手です。そして日本にリベロというポジションを定着させたのは他でもなくまさに井原さん。アジアの壁の異名を持ち、チームを後ろから支えていました。横浜 F マリノスでは背番号4をつけて不動のレギュラーとして試合に出場。 J リーグ開幕初年度から5年連続で J リーグベストイレブンに選ばれるなど、日本を代表する選手の一人として活躍し続けました。もちろん日本代表にも選ばれ続け、1993年の時にはドーハの悲劇も経験。その後1995年にはアジア最優秀選手に選出され、フランスワールドカップを目指す日本代表キャプテンとしてチームに多大な貢献をしてきました。フランスワールドカップ本大会では敗れはしたものの、持ち前の守備力の高さを見せつけて初戦のアルゼンチンを封じ込め、日本のプライドを見せつけてくれましたね。そんな井原さんですが、122試合に出場して第3位にランクインです。2位、長友佑都。続いて第2位にランクインしたのは長友佑都選手です。サッカーの名門東福岡高校と明治大学を卒業し、大学卒業後には FC 東京に入団。その後はイタリアのクラブを渡り歩き、2011年から在籍したインテルではゲームキャプテンも務めるなど、日本を代表するサイドバックの選手です。どれだけ走り回っても切れることのないスタミナはものすごく、これは学生時代からの積み重ねだと本人は言います。またそれだけではなく、低い身長をカバーする体幹の強さを併せ持ち、強靭なフィジカルを持つ外国人選手とぶつかってもびくともしないどころか、時には自分よりも一回り大きな外国人選手をぶっ飛ばすなんてこともしてしまうくらいです。そしてもともと持っている陽気な性格からチームを盛り上げ、2018年ロシアワールドカップ直前にはいきなり髪色を金色にしてスーパーサイヤ人になりたかったなんてコメントが話題となりましたよね。そんな長友選手ですが、137試合に出場して第2位にランクインです。第1位、遠藤保仁。そして栄えある第1位となったのは遠藤保仁選手です。遠藤選手といえば右足のキックの高さを武器にした選手で、彼の右足から繰り出されるフリーキックやコーナーキックからは数多くの得点が生まれてきました。また安定感抜群のプレーを見せ、そもそもの基礎技術が信じられないくらいに高いので、ミスのスポーツと呼ばれるサッカーにおいてミスを極限まで減らす数少ない選手の一人ですよね。それに戦術理解力やポジショニングも抜群のため、賢いサッカー選手だと言えます。ブラジルのネイマールのように目立ったテクニックを持っているというわけではありませんが、チームにとって欠かせない存在の一人であることは間違いないでしょう。42歳となった今でも J1 のジュビロ磐田で活躍する姿はまさに日本のレジェンドと呼ぶのにふさわしいですよね。有望な若手たちが次々と出てくるこの世界で、天才遠藤保仁はこれからどこまで活躍を続けることができるのか、私たちはただ黙って応援をすることしかできません。そんな遠藤選手ですが、152試合に出場して第2位の長友選手と15試合の差をつけて栄えある1位にランクインです。さていかがだったでしょうか。こうして見てみると誰もが知っているような有名な選手ばかりでしたよね。特に長友選手なんかはまだまだこれからもチャンスがあると思うので、どこまで活躍の場を広げていけるか注目していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。もしこのチャンネルが面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。